阪神の岡田秋信監督66が今季限りで退任することが3日関係者への取材で分かった。今年が2年契約の最終年で連覇の可能性が消滅した翌日の9月29日に杉山オーナー、淡井球団社長と話し合いの場を設けていた。公認候補に藤川球児球団本部付きスペシャルアシスタント SA が上がっている。 レギュラーシーズン最終戦を勝利し、ファンに挨拶する岡田監督、右。阪神を傘下に持つ阪急阪神 HD の角和夫会長は、スポニチのこれまでの取材に対し、2年間は岡田監督にやってもらうよう、お願いしていた。次の監督は阪神が決める番と語り、任期満了に伴い、監督交代の可能性を示していた。岡田監督は、 監督復帰した昨年、18年ぶりリーグ制覇、38年ぶり日本一に導き、今季も終盤まで優勝を争って2位。4から08年の第一次政権を含め、阪神監督として歴代1位の551勝をこれまでに挙げている。チームは3日の DNA 戦、横浜でレギュラーシーズン最終戦を迎える。